大丈夫か？ちょっと何するんですか？え？ほら誰だこの男。知らないわよこんな人。この野郎、俺が知らないうちに男作りやがったな。違うんだって、純ちゃん。あ、すまん、余計なことしちまったか。俺はてっきりこの女性と俺は何も。覚悟はできてるか？ちょっと純ちゃん、やめて、やめてよ。よせ、落ち着け。やめて。おい、そんなもん出してどないする気や。うわあ、せい、とりゃ、どうだ。せい、参ったか。おい、ちょっとお前。さあ、今のうちに逃げて。そうじゃねえ。っていうか、やめろ。いってよ。そちらの女性も怖がっている。女性を連れて逃げなさい。私なら大丈夫。こういう輩はきっちりと将棋しないと。違うんだ、人の話を聞け。ほら、何やってるんだ。あ、お前らさん、ご苦労様です。実はチンピラがカップルを脅しておりまして。大丈夫？ねえ、大丈夫なの？どういうこと？まあ、カップルの痴話喧嘩ってやつだな。ああ、あの二人がカップルってことは、脅してたチンピラってのはお前か？は？いや、勘違いだ。俺も初っ端に勘違いしたが。署まで同行してもらうぞ。違うんだ。一緒に警察に行きましょう。は？私も勘違いをした。そしてあなたも勘違いをした。ここは男らしく言い訳せずお縄につくということで。何言ってんだ、お互い正当防衛だ。さっさと逃げねえと面倒になるぞ。逃げる？スポーツマンは決して逃げたりしない。何？つまりどういうことなんだ？あの男が女性から金をせびろうとして女性は嫌がっていた。痴話喧嘩とは知らなかった。止めに入ったら男が俺に喧嘩をふっかけてきたんだ。そうなのか？はい、すみません、お騒がせして。そして途中、この顔のでかい男が急に入ってきてチンピラをやっつけちまった。そうです。なるほど。もういいか？すみませんでした。
いや、もう、いいです。いや、それでは許されない。そうだ、私に同じ技をかけてください。いや、好きな技を好きなだけかけてもらって。さあ、遠慮なく、さあ。すまなかったな。あんたには迷惑かかっちまった。いえ、それにしてもすごい技だったな。柔道をやってたのか。では篠原さん、最近は物騒ですからお気をつけて。篠原、なんで名前を。あんた有名なのか。現役はもう引退してまして、それでまあちょっとした観光に。でもこういう場所を歩くのは慣れていないんで、迷ってるうちにさっきの現場に出くわしまして、本当にご迷惑をおかけしまして申し訳ありません。そうだったのか。迷惑かけたついでだ。俺でよければ案内するぜ。本当ですか。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。はい、またまた。え、よろしく。はい、またまた。何？ああ、はい。よろしくお願いします。おい、
申し訳ない。本当ですか？ええ。いらっしゃいませ。ふう、食った。ありがとうございました。Whoa!
いや。よろしくお願いします。覚悟はええな。
いや。はは。おい。いえ。